I am God じゃなくこの腐敗した世界に落とすんだ。How do I live on such a fear? こんなものために生まれたんじゃない。トップに生まれる足取り、ダボラそうになるのを、この鎖が許さない。心だけ渡したままで、あなたの感覚だけが散らばって。私はまだ上手に片付けられずに I am God じゃなくこの腐敗した世界に落とされたな。 How do I live on such a figure こんなものために生まれたんじゃない。家のそばに駅がないもんだ。子供の頃からバスは利用するんだけど、電車っていうのはあんまり乗らない。まあ乗らないっていうわけでもないんですけどね、あんまり頻度としてはね、生活の中に入ってこなかったんで、ここのところ仕事行くのにね、電車通勤だったりして、最初めんどくさいな、めんどくせえと思ったんだけど、慣れちゃえばそんなでもないし、時間が決まってるでしょ、バス乗って電車乗ってまたバス乗ってみたいなことで、時間がすごいきっちり決めていかないといけないんだけど、慣れちゃえば別にそれほど、めんどくさいとほどでもないのかなと思って、だから昔は本当にね、奥さんなんかと電車も好きだから、電車乗ってどっか行こうみたいなこと言ってた。電車乗ってかなくても車でいいんじゃねえ、自動車が、俺は子供の頃から自動車大好きだから自動車でいいんじゃねえっていつも言ってたの。最近はもうそんな嫌でもなくなって、電車でって言われると電車もいいかなと思ったりしたり、旅行ってことになると、その遠くまで、要は特急で行くってことになったら、いつもじゃ嫌なんだけど、やっぱ車ドライブして特急でってことだって、やっぱり、1年に何回かどっか行くっていうのがね、すごいそれはそれで楽しみになったりもしてるんですよ。一番の思い出はね、確かあれ那須行った、泊まりで那須一泊で行った帰りだったと思うんですけど、鈍行で電車で帰ってくるんだけど、途中なんかの加減でね、新幹線一駅だけ乗ろう、一区間だけ新幹線乗ろうっていうことになって、一区間だけ新幹線に乗るんだよ。なんで行きさつなんでだったか忘れちゃったんだけど、それなんか一駅って言っても新幹線のことは結構距離はあるんですけど、時間は時間で新幹線のことだからあっという間だったりして、なんかもうリッチなような、損したような得したような、なんかなんとも言えない複雑な気持ちになりましたけど、今電車で通ってますけどね、何しろ人のそんな利用のない、通勤時間は通勤時間なんですけど、あんまり利用客のいない路線だったりして、大抵座れるんで、朝早いこともあるんですけど、大抵座って行きも帰りも座ってこれるんで、そんな苦労なく来れて、それはそれでいいのかなと思ったりしてますけど。また明日。